広志、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷広志です。モス小野大輔です。11月19日土曜日に中野サンプラザで開催のエクステンドフェスでございますけれども、うん、グッズは作るんすかね、うん、気になる、ね、はいはいはい。なんかほら皆さん的にはね、アクスタが欲しいアクスタが欲しいって言うじゃないですか。言ってたなね。宇治田社長のアクスタとか作んないですかそれは欲しいって言ってたっけ。だってうちらフェスですよ、ある意味。あ、主催です。そうか、エクステンドフェスイコール、そうだね、宇治田祭りです。おでしょ、まあ、そういうとなんか珍妙な祭りに聞こえるけどな、うん、10分の1宇治田社長アクスタ、うん、10分の1だから30、でかくない？ 30cm でかいね。ぴったり 30cm。 それ定規なんじゃない？定規だね、うん、だシークレットでもいいよバレ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 では手に取った瞬間わかるよだからああ外れだってなるけど、なるよ。水強な人は取るよそうだねこれだって言ってはい、吉田社長決定でも買っといてもさ、いいかもしんないじゃん。後々さ結構使えたりすんのよ。そう？そう、そういうの。僕ね、うん、あの DGS キャンプに座るじゃないですか。 あれを内田社長にいただいたんです、うん、なんかどっか行った時に使うかもしれないからと思って、車に積んどいたらね使えるんじゃないかと思って、うん、いただいたの、うん、でずっと使ってなかったのね、忙しくてどこにも行けてないし、なかなかね、はい、機会がないよね。でつい、うん、この間、あそういえばあれと思って引っ張り出してきて部屋の中で開けたわけ、うん、で組み立ててみて、あこんな簡単に組み立てられるんだと思って、うん、パッて座ってみたらさ意外とよくって、おでベランダ出してさ、うん、座ってさ、うん、ビールとか飲んでたら最高で、いい使い方じゃんそれマジ最高なの。いや使ってないの、そういう使い方してないの。いつ使ってない。嘘でしょ。俺もう車にずっと積んでる。いやだからそれダメなんだダメなんだ、出してきていざという時に使おうと思って。違う違う違う、もう部屋の中で開けてそれでスプラトゥーンとかやりゃいいんだよ俺もなんかリビングに置いてそれでスプラトゥーンやってる。最高じゃないの。すごいよあれ。ビール飲んだりして、そうそうそう、温泉もあれね出したほうがいい、使ったほうがいい。うちにあるキャンプのグッズは、うん、あのキャンプ行こうぜって書いてるやつが公園分うちにあって、あそのために新しく出してる。うちに4枚あるのあれこれ邪魔だなってずっと思っていつか必要になるかもしんないじゃん寝巻きにしてます、僕は。だから社長の30センチのねアクスタ もしかしたら、ね、将来的になんかいい役立たねえと思ってるけど、役に立つかもしんないですからね。そうかもしれない、ぜひぜひ皆さんもし発売したらよろしくお願いいたします、うん、ということで僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ。